返しますね。音楽がいられないでしょ。いられない。入れられます。今日あのプログラムで音楽やったので、うん、ヘッドホン今聞こえないですね。うん、CM 聞こえない。あのスタジオの音が聞こえるようには変えたので、それだけお願いします。はい、そので。今日ね番組あれなの？はい。この時間番組今ないんですよ。それで音楽？音楽かけてます。それをこっちでかけて大丈夫なの？大丈夫です。あのプログラムの方でかけてるので。うん、ではツイキャスもスタートします。はい。普通にあれだね、マイクと音楽から入るやつ。はい、では2秒で。はい、そういうわけで明けましておめでとうございます。新年2020年、ということでね、お届けしております、アニマーニキのレデスカバー沖縄。この番組はね、ゴールデン曜日、金曜日、毎週金曜日のゴールデンタイム午後8時からお届けしております。FM ギノワン、FM ギノワン地上波、FM79.7MHz、それからね、ネットの方では YouTube ライブ、それからツイートキャスティング、こちらの方でもお届けしておりますしね、またあのインターネットラジオなんだっけ、リスラジですか、リスンラジオ、リスンラジオ、リスンラジオの方でもねお届けしております、はい、リスンラジオではね音楽やそれから CM の方もねそのまま流れておりますのでね、本年もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。というわけでね本日の1曲目はめでたい曲ということで、めでたいのかな、細野晴臣とイエローマジックバンド浅戸屋ユンタ。これ短いんだよ、30分の終わりだよ。はい、そういうわけでね、今日はなんか金曜日じゃないのにやってます。はい、ツイキャスの方ではね、こっちが流れてます。地上波の方では全然違う音楽の方が流れてますんで、よろしくお願いします。はい、マイク入れてるよね。ツンダラカルシャマってどういう意味なの？ツンダラカルシャマ。あまり聞かないですよね。僕もちょっとわかんないです。はい、そういうわけでね、本日の1曲目お届けしたのは細野晴臣とイエローマジックバンドで浅戸屋ユンタをお届けしました。そういうわけでね、謎アシスタント、はい、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。そういうわけでね、2020年、はい、令和2年、始まったわけですけれども、はい、まだあの今多分ツイキャスの方では始まってない人もいるんじゃないかなって気がしますけどね。はい、そういうことでね、お届けしてますけれども、はい、新年早々ね、はい、いろんなこと、新年、年末からね新年にかけていろんなこと起きましたけど、うん、例えば今年の重大ニュースってあるじゃない、はい、重大ニュースって令和元年、去年の重大ニュース、はい、それからねもう毎年ねなんか1月ぐらいに、はい、今年の重大ニュース、間違いないっていうすごい大事件起きるのに、はい、大体年末になると忘れてるよね最近。ここ何年も結構そうですね、うん、お年玉もらった？お年玉まだもらっ
ってないと思います、うん、もらえる立場もうあげる立場ですかね。あげる立場俺はもうあげるのが嫌でね、あの兄弟俺下に4人いてそれぞれに子供いるからあげるの嫌でね、それで実家に帰らないから、ね、もうそういう人だと思われてますんで、ツイキャスのでねコメント見てる方、あのリアルタイムで今見ちゃってる方はねどん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 コメントのいただけるとありがたいと思います。お願いします、忘れないでほしいのは本年は2020年、令和2年、1月3日でございますので、1月3日でございます、そこの辺を配慮して、コメントいただけるとありがたいなと思います。よろしくお願いします、なおね今ね今すぐこれね放送中リアルタイム地上波の方でお聞きになってる方は今見ても多分あのコメントの方をね、読むの来週になってしまうと思うんでね、その辺よろしくお願いいたします。お願いいたします、そういうことでね、お正月、はい、いつも思うんだけどね、沖縄のお正月の、はい、おせち、おせち、おせちってあるっけ。おせちは僕はあまり見たことがないです。おせちってあれだよね、例えば、はい、なんだっけ、スーパーあるよね、はい、おせちって売ってるけど、はい、おせちあれだよね、オードブルと、はい、いつもの三枚肉と芋の天ぷらと、はい、餅とか、はいはい、それから三枚肉と、こんにゃく、ねじりこんにゃくと、はい、カステラかまぼことか。あ、そうですね。あれおせちかな。多分違うと思います。あれだってどんな時もあれだよね、はい、まずその3点セットのお重と、はい、必ず入ってますね、はい、うん、他にはないの。沖縄独特のお正月のお正月といえばやっぱり中身汁とか。中身汁、はい、あれ中身汁にお餅入れたらどうなのかね。合いますかね。お雑煮っていうじゃない。お雑煮って言いますね。お雑煮、はい、お雑煮ね、沖縄にはお雑煮なくて中身汁があるけど、はい、なんで内地の方で雑煮っていうか、お雑煮っていうか知ってる。分かんないです。臓物を温めるから臓にでしょ。あ、なるほど。だから臓物の臓は雑って書くけど、昔のやつ見ると内臓の臓に臓になんだよね。おお、内臓温めるもの、冬の寒い場合、まあ、寒いですからね。ってことはさ、それさ、中身汁って臓物似てるわけだから、はい、間違ってない気がしない。間違ってないですね。もしかしたら臓にって沖縄発祥なんかな。あどうなんですかね。ねえ、なんかそんな気もするんだよね。なんかすごい、なんかありえそうですよね。ありえないわけでもないけど、はい、例えば最初にだからお雑煮を食べるって、雑煮ってどういうもんだって、内臓を温めるものっていうのを沖縄の人が、うん、内臓、要するに中身を茹でた中身汁にしたのかもしれないし、はい、なんかその辺ちょっとなかなか不思議だと思いません？ちょっと気になります ね、うん、なかなかこの辺面白いんでね、うん、ちょっとこの辺さらにね、私も文献とかね調べていきたいと思います。ちなみに今年から私、はい、まあ、多分っていうか間違いなく琉球料理保存協会というのがございまして、はい、こちらの方のね、活動もしていくことになりましたので、今年からいよいよ2020年からね、2020、はいはい、もうやることになりましたんでね、はい、ぜひね、まあ、今年もいろいろね、お料理を通じて文化だとかね、いろんなものをどん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 発掘していきたいと思ってます。まあ、学術的に、なんか前にもね言ったけど、おいしん、名前は言わないけど、はい、おいしんなんとかっていう漫画で、はいはいはい、なんかなんだっけ、戸口さんっていう方が出てきて、うん、沖縄そばってもともと宮廷料理だったっていうふうに言ってるけど、あれもうこの番組でも何回も言ってるけどね、はい、大正時代ね、うん、大正時代に中華そばね、もしくは品そばっていう名前出てきたのは沖縄そばの元祖だって分かってるわけよね、うんうんうん、だから未だに乾麺、うん、売ってない？品そばありますね。中華そば、品そばって名前で売ってるじゃない、はい、あれ沖縄そばで、後ろ見ると品そばの作り方って書いてないじゃない。ですね。沖縄そばの作り方って書いてあるじゃない、はい、あれだから結局そういう、なんて言うんだろう、おそば、はい、だから年越しじゃなくて、まあ、年越しそばが沖縄そばっても、もちろんないわけじゃない、うん、ないし、ない、まあどうなんだろう、ちょっと複雑だけど、はい、でまあ、沖縄そばってのは宮廷料理じゃないわけよね、もともとがその、なんだっけ、那覇のね、くも字か、うん、それともなかったら、波の上神宮の近く、あの周り、はい、なんていうんだっけ、あの辺の土地、波の上神宮、あー、波の上のあたり、アメクですかね。なのかな、はい、あの辺にだからお店があって、
その1軒のお店から2軒だったのか最初から2軒だったのか分かんないんだけれども、うん、新聞広告にちゃんと載ってるんですよ当時の新聞広告に、ね、そこにねちゃんとね、品そばって書いてあって、うん、中華そば、ね、ビミタルものっていうんで、うん、そこから発祥ですからねその前の時点でね、宮廷料理になったことはございません、うん沖縄そば今年はねぜひね沖縄そばイヤーにしたいと思ってね、はい沖縄そば乾麺があるから乾麺のセットもっと売り込んでほしいね、うんうん、乾麺とあのスープのね、はい、セットスープあれの方がよくないあの ボトルに入ってるやつあ美味しいですよね、うん、チャンプルーとかにもね使える、はい、野菜炒めにあれドバドバってかけて炒めるだけでチャンプルーになりますからねあいいですね、うん、あれねあれ面白いのね風戻すときに、はい、オフ戻すときにオフに卵を絡めるじゃない、はいはい生卵、はい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 、絡めた時にあれも入れてあのだしも入れて絡めたらとっても美味しいねフーチャンプルになりますよねああ美味しそう、ね、これもちょっとねちょっとした工夫でね、はい美味しいお味になりますんで不嫌いの お子様にもね十分あの向いてる料理でございますから、うん、そういうわけでね新年早々生臭いね話をねしてしまいました、はい、あどこが生臭かったか分かるお葬儀ですか、ね、中道寺の話してるところでちょっと生臭いね、生臭いお話してますけれどもね、はいまあ、そんな感じでね、今年もね、いろいろこういうふうに沖縄の文化のね正しい文化というか証拠のある文化ね、うん、ちゃんと証拠があってちゃんと解明されている文化についてねどん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 今年も掘り下げていきたいと思ってますので、皆さん、本年もよろしくお願いいたしますお願いいたしますまたね、今年はねちょっとメールの方もね受け取ったはいいかなっていう気はしてるんですけどね、はいじゃあこの辺でね CM の行きますか、はい、じゃあ後半というわけでね、ツイキャスで見てる方、何が何だか分かんないんで、ツイキャスでね、見てる方、コメントどんどん入れてくれればね、これね、来年の1月3日に読まれますんで、来年の1月3日分の放送でございますんで、これね、よろしくお願いいたします。これ残しといてもいいんじゃない残しといたのか、もう、と思うよね。そうですね。10秒です。5秒前。3。はい、そういうわけでね、後半行きたいと思います。後半もね、まあ お正月ということでね、お正月ってもでも最近あれだよね、お正月ってさ、正月元旦1日だけで終わるような気しない？元旦っていうか、はい、元旦のもう夜には終わってないそうですよねなんか三が日ちゃんとやってるっていうイメージあまりないです ね元旦の夜にはもうすでにさおせちも飽きたから、うんはい、あのオードブル飽きたから、うん、カレー食いに行こうとか焼肉食いに行こうって状態になってるよねですね一日なのにねなんで飽きるかなだからねあの元旦だからコンビニ閉まってるところが多いっていうね今年からなんか閉まるところ何軒かある、はい、あるらしいですねあの元旦休日にしてとかありますけど、うん自分が思うに元旦っていうよりも12月31日の昼ぐらいから1月1日の夕方ぐらいまで休んじゃった方がいいんじゃない、はい、ああそうですね、うん、それでそれから開けてくれた方がよっぽどいいような気がするんですけどねどうですいやその案の方が僕もいいと思います、ね、お店の方もねローテーションもね、はい、組めるだろうしねいいと思うんですけれども年越しを家族と過ごせますし ね、うん、年越しそうなんだよねだからちょっとその辺ねなんかいろいろね、うんこれからどんどん毎年のねあの課題だと思います、はいまあ、私みたいにねあの1年中ね毎日がね元旦っていう人もいますのでそういう人はもうともかくね、皆さんもねお正月らしい食べ物のねお話とかねそういうのがありましたらまたね来週のね、放送の時にでもねツイートキャスティングツイキャスの方でね、うん、コメントいただけるとありがたいなと思いますお正月うちはこんなもん食べたよなんていうね報告があればね、メールの方でね、FM ギノワンのあれだっけ797FM ギノワン、はい、797アットマークアットマークなんだはい FM ギノワンドットコムですねはいはいねそちらの方でねあのメッセージいただいてももうアニマンで通じますんでもうアニマンだけでいいですから、うんうん、アニマン様っつって、ね、はい前あのそういうのでメールでね、うん
とんでもないメール送ってきた人いるんですけどすごく、うん、本人としては匿名で送ってきてるつもりなんだけど、はい、本名とか出ちゃってんだよねこれ見たら悪いなと思ってね、はい、それ以上私は追及しませんでしたけどなんかね、なんかこうこの人はこんなことしてるから番組下ろした方がいいとかいう嫌がらせの、あれメールはあんま意味ないよね。そうですね、うん、やっぱスポンサーに言われた方がね、はい、厳しいんでね。でうちスポンサーの名前言ってませんからね、はい、そんな感じでございます。じゃあもう一曲ね、はい、お正月ということでね、うん、ちょっと若干おめでたい曲、はい、おめでたい曲っていうかねやっぱりね、一休さん見たら分かりますけどね、はい、一休さんにも出てくるの分かる、正月夜メイドの旅の一里塚。あね、毎年元旦が来るとね、一年一年寿命は縮まってるんですよっていうのがありますけれども、うんそれに反旗を翻すような曲で、おばあちゃんぜひおじいちゃんおばあちゃん長生きしてくださいという、そういう曲をお届けしましょう。コンピューターおばあちゃん坂本龍一寿命千年説とかありますからね。今日の格好可愛いですからね。ちょっとダメかな。これ歌ってるこの名前がねクレジットされてないんだよね。あ、そうなんですね。うん、すごくうまいですよね。スペース X、はい、一番でかいのこの間打ち上げて戻したじゃない、なんかでっかいですね。はい、だからサターンに近いぐらいの大きいやつですね。ゴブゴブとなんですよね。あれ全長完成すると 200m 近くあるんでしょ。はい、アホだよな。すげえよな敏感企業がやっちゃうことじゃないですか。でもさ、目指してる姿がさ、完全にさ、マグマ大使型の、マグマ大使わかる？はいはいはい。だから本当のさ、昔のさ、火星大なんていうの、火星旅行とかああいうのに出てくる金色のこういうさ、はい、ロケット型のロケットなの知ってた？あれイーロンマスク目指してる、そうですね、うん、すげえこと考えてるわ。本当に見てたんじゃないですか。ん？本当に見てたんじゃないですか。いやだから結局形状が一番理にかなってるんだよね。で本来だったらその金属でできた筐体になんでゴールドがいいか分かる？ゴールドですか。金メッキするのが一番いいわけ。おお、そうすると宇宙船とか入りにくい、はい、金メッキで内側に、だから金メッキに一番しやすい金属っていうのは鉛じゃない、はい、鉛の合金使って、鉛と鉄を混ぜたような合金あるでしょ。はいはいはい、それを使うのが一番いいみたいなこと言ってたね。それじゃないと何回も耐えられないっていう、タイル構造にしちゃうと壊れちゃうから、で結局それに覆われて中に居住区があって、この船体自体に亀裂が入っても中の居住区が、はい、球体でそれぞれ別個にちゃんと生命維持してるっていう、やっぱその考え方が一番いいよね。まあ、外側に穴開いてもっていうところがやっぱ大事ですよね。要はスペースシャトルがそれで失敗してるんで。そうそうそう、あれはねちょっとね。はい、そういうわけでね、お届けしました曲はコンピューターおばあちゃんでした。懐かしい曲だなと思ってくれた人もいるかなと思います。そういう感じでね、謎アシスタント、はい、今年の抱負は何かありますか？今年の抱負ですか、うん、何がいいかな、いろいろあるんですけどね。俺はね、今年の抱負はね、やっぱりね、去年、はい、すごいカリスマと呼ばれている超美人の、コスプレイヤーさんが沖縄に来てくれて、あ、はいはいはい、あの方ですね。何日間か一緒にいたんですけれども、はい、今年はやっぱり
その人ってわけじゃないけど、はい、その人だけではなくてちょっとそういう人とのつながりをもっと大事にして、うん、沖縄にどんどんそういう人方をね、うん、コスプレイヤーだけではなくてねモデルさんとかね芸能人とかもいるけれども、はい、もっとこう沖縄でなんて言うんだろうな、まあ、そういう人個人的にはいるじゃない個人的に遊びに来て遊んでるんだけど、はい、でもなんかこう なんて言うんだろうな、なんか言うの難しいな、ここを要するに沖縄をもっと沖縄って仕事しやすいなと思ってくれて、うそういう評判をね、またその人がすぐ移住してくるんじゃなくて、その人がやっぱり内地に持ち帰って沖縄とっても仕事しやすいよとか、うん、こんなことやりやすいよって、やっぱりロケーションもいいしすごくいいし、うん、やっぱり11月までほら海に入れるぐらい暑いしって、うん、ここ何日も暑かったけどね、うん、なんだ一昨日の27度ぐらい上がってたでしょ27度だっけ、はいはいはい、27度言ってましたね、ふざけんなよって感じだよね、夏日って言ってましたね、うん、もう逆に俺汗かいて風邪ひいちゃったよ、うん、なんそんな感じでね やってますけれども、そう今年はねそういう部分のねもっと沖縄をなんていうかな個人レベルでねどんどん宣伝してもらいたい、なんか企業が、はい、なんか沖縄いいよとか、なんかの集団が沖縄に移住してきて、私たちの仲間になるのじゃうわーみたいなのじゃなくてそういうのじゃなくてね沖縄こう仕事しやすいよって、うん、じゃあ2ヶ月でも3ヶ月でもいてちょっと仕事してみようかなとかねそういうふうにね例えばあと漫画家の人とか、はい、CG デザイナーとかが、ね、沖縄に来て 2,3 ヶ月こう、うん、マンスリーマンションとか借りて、ね、ウィークリーマンションマンスリーマンション借りてそこでね、うん、自分で自分のこと缶詰にして仕事して気晴らしい外歩くと目の前が海だとかね、うん、そういう仕事のスタイル、うん、やってる人多いんだけど言わないんだよね人にね、うん、これがもっとね表面化されてねこういう流れ、まあ、サイトシーイングビジネスではなくて、はい、ビジネス&サイトシーイング、ね、ビジネスと観光、観光ビジネスじゃなくてビジネスと観光がセットになってる、そうするともうこっちね例えば出版社で言えばね、はい、漫画家さん缶詰にするときにこういうとこに缶詰にした方がねよっぽど逃げられないからね、そうですね、まあ逃げ、まあ、遊ぶ場所も少ないですしね、まあねいやあったとしてもだって戻ってこなきゃなんないわけだし、はい、一番いいの台風の時に連れてくればいいと思う、あもうそれ仕事するしかないから、うん、そうですね、そうでなんか何だかベランダに発電機が置いてあって冷蔵庫と電気は生きてますから大丈夫ですよみたいな、はい、テレビもつかないとダメですみたいなねこれよくない、これベランダでさナイスアイデアです、そうそうそう、こういうのねやってもらいたい、そしたらね本当に実際にねそういう話あったんですよ、ある出版社で、うん、ヤンバルの方に海側にね別荘をいくつか買って、そこに別荘と別にもう一棟管理連みたいなの置いといて、その別荘に缶詰にする、執筆室として、で執筆旅行なんだけど窓開けて待って外出ると、はい、すぐビーチで泳げる、っていうそういうんですよ、気分転換に、はいはいはい、で、まあ、観光するときはじゃあ今日は半日だけ観光しましょうねとか言って観光したりとかしてまた戻ってきて仕事するっていう、こういうのねちょっとね、はい、俺は実際一人でうちはもともと物書きだけど物書きやってるときにそれやってました、お、うん、どうするかって言ったら、はい、もうちょっと離れたところで海側にねある海に近いところのネットカフェ、はい、うん、これの12時間とか撮るわけ、はい、そうすると、まあ、その泊まりじゃないバージョンね12時間とか撮って朝入るじゃない、でもそこで仕事して昼寝して外出てブラッとちょっと外行ってきますって外ブラついてまた戻ってきてまた執筆してって、はい、そうやってた、おお、まあ、でもこうやって仕事はかどりそうですね、そうそう、他にやることないから、例えば家にいるとなんかどうしても家にあるパソコンのなんかこう、はい、ホームページ見たくなったり、なんかあるじゃない、ゲームしたくなったりとか、はい、だからそういうのを全部こう置いてきて、ね、うん、そういうふうに自分で自分のこと缶詰にしたりとかして書いた本がねあります、うん、学研から出てるね密教が分かる本ってのと NHK から出てる NHK エンタープライズ NHK 出版か、はい、NHK 出版から出てるね、スイッチオンから始めるインターネットってのありますんで、この本はそういう形で書かれております、まあ、そんな感じでね、もうちょっとで時間でございますけれども、はい、結局だから抱負なんだろう、抱負、俺の抱負はそういうふうになんかこう内地にもうちょっと草の根レベルでこう、はい、沖縄で仕事してください、はい、沖縄でビジネスをするんじゃなくて沖縄でにこう仕事しながら観光して充実した仕事してまた帰ってもらいたいっていうのが俺の思惑、はい、
先に言っとくべきだった。何？僕ちっちゃいんですよ今年の抱負。何？デートがしたい。あ、紹介しよっか。ちっちゃい。多分、うん、ちょっと、うん、まあまあいると思うけど、うん、ちょっと、すいません気まずい雰囲気にしちゃって。いや新年一発目なんですけどね。知り合いはいっぱいんだけどね、はい、知り合いいっぱいはいっぱいいるんだけど、全部俺が手つけてるわけではなくて、そういうのはないですから、しちゃいませんのでね。まあじゃあだよね、でもあれなんだよね、飲み会とか行ってさ、はい、知り合いのさ両方の知り合いでさこう会うとさ、はい、抜き差し行かなくなって、その後の人間関係がギスギスしたりとかするじゃん。なかなか難しいよねあれね。そうですね、本当ね、はい、うん、まあそんな感じでお届けしております。残り時間3分ということでね、はい、じゃあもう一曲何にしようかなと思ったんですけれども、ね、はい、こちらの方でお届けしたいと思います。 Sweet Soul Review ピチカート5。タイマーがちょっと1分ずれてます。あ、1分というか1分20秒ぐらいずれてます。うん、何分まで話せばいいんだ。26分でぴったり終了なので。1分半。そうですね。残り時間だと。残り時間だと1分20秒になった時までです。焼き肉食いて、焼き鳥食おうかな。焼き鳥いいですね。ちょっと今日の格好これ素敵ですよね。これがね1200円でね、これがね800円ぐらいでね、これがね500円で買った T シャツでね、これ今日あ下がスパッとベルトがつくスパッツ、これがね680円かな、うん、でブーツがね1200円。あ、安い、ね、全部揃えて5000円でお釣りくるぞ。もう残り30秒ぐらいです。はい、というわけでね、2020年今年も皆さんよろしくお願いします。というわけでまた来週、まったのー。この曲終わりまで流していただいて、うん、終了でお願いします。令和2年東京オリンピック、はい、それツイキャスでご覧いただいている何が何だか全然分からなかったと思いますけどね。あなたが今見ているのは2020年1月3日の光景です。ティアンダーです。ティアンダーティアンダーティアンダーです。手油だよ、ハンドパワーじゃない、手油だ、手油。やだなそれ。お、電池切れた。クリマタツミ。クリマタスミ。タスミじゃなくて、あの違う。俺の考え。ティアンダーです。ティアンダーです。これ下げちゃっていいんじゃない？いい。はい、もう大丈夫です。ありがとうございます。じゃあ、ツイキャスも終了します。はい、それじゃあまた。じゃあ保存しておきます。はい。熱気が来る。じゃあ YouTube とかも撮りましょう。はい。大丈夫か。小指？小指？やっちゃいました。